函館市旧イギリス領事館は、北海道函館市元町にあるかつてのイギリス領事館である。函館市イギリス領事館は1859年に函館市に開設された領事館の中で、アメリカ、ロシアに次いで3番目に古い、幾度かの大化によって建て直され現在の建物になった。この建物は1913年から1934年まで、 領事館として使用されていた。現在は開港記念館として一般開放されている。イギリス領事館は1859年の開港に伴い同年9月小明寺の中に開設された。2回の移転を経て、1879年の函館大化後に現在の元町に新築された。1907年の函館大化の際に、 箱館からの移転問題が持ち上がった。しかし、当時のイギリス人民保護、イギリス船舶への援助、イギリスの貿易利権促進と商業情報獲得などの職務関係上、総合的条件から箱館が最適と判断された。箱館に在住のイギリス人は明治から昭和初期の間で20人前後に過ぎず、貿易規模も神戸や横浜とは比較にならなかった。 他国に対してイギリスだけ函館に領事館を維持してきた背景には極東をめぐる列強の力関係の中でイギリスが函館港を保持すべき港と位置づけていたものと推測される。当時、函館には信頼できる病院や娯楽施設、レストランもあり外国人を埋葬できる墓地もあった。函館市急イギリス領事館の歩みありがとうございます。